はい、どうも、うずです。今回は新しい完全ワイヤレスイヤホン、オープンイヤータイプの骨伝導じゃないイヤホンなんですけれども、まあ、以前私ソニーのオープンイヤーイヤホンをレビューしたことがあって、今回の製品もそれとおそらくタイプが似たものだと思ったので、ちょっと楽しみにレビューの案件を受けてみました。で、箱の方には戻したんですけれども、もうすでに私のスマートフォンと接続して試した状態なので、その上で紹介をさせていただこうと思うんですけども、まずはちょっと形見てみましょうか。はい。で、こちらのイヤホンなんですけども、パッケージがね、マグネット止めになっていて、結構しっかりとした梱包の箱になってます。で、特殊な形をしているイヤホンなので、その付け方がね、パッケージの裏側に書かれていて、まあ、これがそのイヤホンなんですけれども、非常に面白いデザインになっております。で、こちらをオープン開けますと、まあ、独特な形をしてますので、特殊なね、入り方してるんですけど、まあ、これそのまま出して、耳に装着するんですけども、装着するときは、ここを当ててから、こう、ひねる感じですね。こんな感じで、くるっと半回転させると、しっかり耳に固定される状態になります。で、実際音の方を試してみると、クアルコムチップと、アプト X コーデック技術が採用されてるイヤホンになりますので、音の方はね、かなりいいですよ。で、オープンイヤータイプなので耳を塞ぐことがないので、周りの音もね、確認しながらいい音で、まあ、耳元にだからちょうどいいスピーカーが置かれてる感じですね。まあ、なので耳を塞ぐことによって起こる耳疲れ、まあ、音楽の聞き疲れですね、が起こりにくいと思いますし、非常に自然な形で音楽を楽しむことができます。で、このイヤホンをつけた状態で少しね、外を散歩してきてみたんですけれども、まあ、そういった形でもうずっとつけっぱなしでもいいぐらいのイヤホンとなってるので、そういった部分はやはり最近のね、このジャンルは強いなと思います。使う用途によってね、音楽に集中したい場合はやはりカナル型の耳にキュッて入れるタイプの方が集中できると思いますし、もしくはヘッドホンとか使う方がいいかもしれないんですけれども、まあ、日常使いで外に出て音をね、楽しみながら通常生活がしたいっていう場合あるよね、そういう時ね。そういう時にこのオープンロックプロ、すごく相性がいいイヤホンとなっております。まあ、あとこのオープンロックプロに関しては水の方にもね、耐性がありますので、 IPX5 相当を持ってますので、まあ安心してスポーツでね、汗かいてもいいし、ちょっと雨に濡れるぐらいだったら問題ないっていうイヤホンになってますね。まあ、それとあとはここの耳のフックの部分がね、可動域が広いので、まあ大抵のね、耳の形の方には合わせて装着することができるっていうのもいいポイントになってます。あとはイヤホン側の操作が物理ボタン式になっているので、このイヤホンの下のところですね、ボタンがついてまして、そこを押すことによってコントロールが行えますので、ここの部分もすごくいいかなと思います。私よくタッチセンサー式のものをよく使うんですけれども、これ物理ボタンっていうのはすごい安心感があって、好みで言うとね、タッチセンサーより私物理ボタンの方が好きなんですよ。まあ、デザイン面で見ればタッチセンサーの方がスマートですけど、はい。こちらのオープンロックプロに関しては物理ボタンがついております。はい。あとはオープンイヤーイヤホンということで、音漏れの心配がある方がいると思ったので、ちょっとカメラとマイクをね、私のそば、まあ人が立ってたらこの位置なんじゃないかぐらいに近づけてみたんですけれども、今音楽これ流してます。ちょっと大きめにしましょうか。音かなり音を大きめにしました。自分の声がよく聞こえない、逆に。はい。これで音漏れがどうか。ちょっと音大きすぎるからちっちゃくしました。あ、で、ここのボタンがね、はい、楽に止められるからね、物理ボタン最高だね。ちょっとね、さっき音大きくしすぎた、普段聞いてるぐらいの音量がこれです。あんま聞こえないんじゃないかな、うん、漏れの方は。まあ、よっぽどね、こう顔が近くに来たりとかしたらね、音聞こえると思うんだけど、うん、まあまあ聞こえにくいとは思うよ。はい。ということで、オープンロックプロ、非常に特徴の多いイヤホンなんですけれども、オープンイヤー型のイヤホンを探している方がいたら、まあ、こういった製品もあるというところで、気にかけていただければと思います。ここで、このイヤホンのいいポイントと気になるポイントをしっかりとお伝えしたいと思います。いいポイントとしては、しっかりとね、音が聞こえて製品としてね、品質が保たれているところという意味では、お買い得な価格帯のイヤホンになっていると思われます。あとは耳へのホールド感も、人の耳の形によって変わるかもしれませんが、私は快適に使うことができました。長くつけていても。あとはアプト X に対応しているところが低遅延ですね、音の。
ゲームアプリなんかをよくされる方はよく使われている AAC や SBC に比べて低遅延というところはポイントになると思います。あとは押しやすい物理ボタンにバッテリー持ちがかなり良かったので、そこの部分が評価いいポイントですね。ただ一方気になる点としては、やはり音質の面はそこまで高音質ではないなとそこはねはっきりね伝えとかないと。あとはケースがやはり大きめにはなってしまうので、ここは製品のね性質上形状の問題で仕方ない部分なんですが、そこの部分ケースが大きいというのは先に分かった状態で購入する必要があります。あとはマルチポイント非対応は気になるかな。私結構マルチポイント多く利用するので、少なくともね Mac とスマートフォンを切り替えが簡単にできるマルチポイントは入ってるやつがいいかなってそういうところはあります。はい、ということで今回新しい製品ですね、オープンロックプロ、非常に面白いイヤホンになってますので、興味がある方はぜひ概要欄のところから確認していただいて、必要であれば購入していただき、そうでなければ検討していただければと思います。はい、今回も動画のご視聴ありがとうございました。いろいろな動画を他にも上げてますので、ぜひそういった動画を見ていただいて、気に入ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。